大府市勤労文化会館は愛知県大府市にある大府市立の文化施設である。1991年4月1日に開館。大府市の市政20周年記念として建設されたもので、主にコンサートなどに使用される餅の木ホールや多目的ホールとして使用される口なしホールのほか、宿泊施設や会議室、レストランなどを備えている。 また、一年を通して様々なイベントが開催されている。なお、管理、運営は指定管理者である、大伏文化協会、株式会社 P&P 共同体が行っている。2018年5月1日に、大伏に本社を置く愛産工業が、ネーミングライツパートナーとして命名権を取得し、愛称が、愛蔵文化会館となった。など、ハット AB、下の建築。 愛知建築士会半田支部、2013年10月14日閲覧。大府市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例指定管理者制度の導入施設、ABCDEFG 施設の概要。大府市勤労文化会館、2014年11月1日閲覧。会館の愛称が愛蔵文化会館になりました大府市勤労文化会館。 2018年5月1日2018年12月28日、閲覧。ありがとうございます。